開幕のセレモニーでは日本代表のお姉さん役として堂々の選手宣誓。日本代表最初に登場、世界を相手に刃物はいらぬ、家族の愛に包まれて芸者ゆかりは目で決める。トリプルルッツ、ダブルトーループ。ステップからのトリプルフリップ。回転速度の使い方、チェンジエッジ、ポジションの変化、これは非常に高いレベル期待できます。広い会場隅々まで見渡したいと言っていた中野。ダブルアクセル、得意のアクセル決まった。氷の上で優雅に和傘が舞いました。いやー、相当プレッシャーあったと思うんですよね。でもこのガッツポーズ、そして両親の、ま、記念の結婚の指輪にも今キスを送って。中野ゆかりさんの演技でした。素敵でしたね。いやー、今日は本当良かったですね。スピンの回転がいつも以上に速かったように思います。ドーナツスピン見れてよかったですわ、今日は生で、中野選手の本当に綺麗ですよね、すごい。日本代表として初めてリンクにこう出てきただけに緊張感というのは場内半端じゃなかったと思うんですがね。そうですね、その中でよく、まあ、最初のコンビネーションジャンプを決めて波に乗りましたね。あのジャンプだけではなくてですね、ストレートラインステップもあの深いエッジと上半身をうまく使って流れに乗ってあのよく滑っていたと思います。そしてなんといってもスピン、回転速度の速さ、チェンジエッジの使い方、そしてポジションの変化、一つ一つの動作が完璧にあの素晴らしいあのエッジを使ってポジションになっていたと思います。これはあの出来栄えの方でも高いポイントをもらえると思いますよ。荒川さんね、
中野選手は4月からこのプログラム滑り込んで、はい、どの選手よりもこのショートには自信を持っていたと思うんですが。そうですね、一番この東京の舞台ということもありまして、このショートプログラム早い時期から滑り込むということも全てがもうここにかかっていたんだなっていうのが本当によく伝わってきました。めくるめくスピンでのフィニッシュ、そして高い天井をしっかりと見つめました。技術点 33.71、テクニカルエレメンツ 33.71、 プログラムコンポーネンツはスケート技術7点台に乗せました。トータル 60.62 はパーソナルベスト更新。うなずきながら順位を確認、現時点で中野4位に入っています。こうなると待ちきれない思いとともに最終グループ滑走の時間が近づいてきています。中野選手素晴らしい演技でした。ありがとうございます。中野選手にしては珍しく最後はガッツポーズが見られましたけども、やはり最近あまり調子が良くなかったので、いや試合本番でこうやってできたことが嬉しさに表れたんだと思います。今日はこのショートどんな気持ちで滑りましたか？そうですね、もう最初からもう日本で開催されるということでたくさんのお客さんが応援してくださっているので、もう本当に笑顔で楽しんで滑ろうと最初から思いました。そして滑り終わった後にはちょっとこうほっとした表情も見られましたね。はい、本当にショートの第一段階が終わったということですごくほっとしました。さあ、そして明日のフリーへの意気込みを教えてください。そうですね、また頭のスイッチをフリーというものに切り替えて臨みたいと思います。ありがとうございました。